10メートル、ね、ラスト10メートルだけめっちゃダッシュして、ね、でゴールタッチしてから、ワンハンドでキックを2、3秒で、2、3秒入れてください。でこれはあの最後タッチでペーッてこうね、流れて足が止まるという現象を防ぐためのトレーニングです。ガーッていった時にキックをしっかり打ち込みながらタッチしていくと、ね、100分の1秒でもタイムが上がる。そういうトレーニングちょっとやっていくんで、だからバスッとついてから2、3秒食べていくね、食べていくっていうね、ちょっと見てます。ラストはこの辺から、こういうトレーニングね、まあ、今ちょっと失敗してるんですけど、はい、これをやっていきます。2本だけ1分サークル、はい、大丈夫です。呼吸下がんね、呼吸せんようにね、ノーブレスで入ってきてね、どこから一回はい、OK。 はい、ほな、だ